新横浜駅前ご通行中の皆様、松田学でございます。立ち上がれ日本神奈川県第一支部の本日この新横浜の駅前で街頭演説会をさせていただいております。私支部長をしております松田学でございます。皆さん、今国会の状況、解散をめぐる攻防と、最近新聞を開きますと解散をめぐる攻防という言葉が大変目につきます。政策をめぐる攻防でも国益をめぐる攻防でもなく、解散をめぐる攻防という言葉です。私は2年前に財務省という役所を辞めまして、この神奈川から政治を志すことにいたしました。その時に思ったのは、この日本の政治がちゃんと機能していない、日本の国が今戦後60数年を経てもうボロボロになっている、周辺諸国からなめられ経済は停滞している、この国を今立て直さなければ、じわじわと目に見えないうちに私たちの豊かさが損なわれてしまうかもしれない。安全保障だけではなく経済も何もかも失われた20年どころか失われた日本になっているかしまうかもしれない、こんな危機感から私松田学立ち上がりました。そしてこの日本の国を先導すべき政治の状況、解散をめぐる攻防ということは、私この政治が今何にも仕事をしていないじゃないか、国民が何でもっと怒らないのかという思いになるわけであります。政治って何でしょうか。今政界劇場、劇場化した政治と言われてますが、その政界と言われる劇場で何が繰り広げられているか、権力が欲しい、政権が欲しい、政権をめぐる党利党略の劇場であり、そして次の選挙で落選したくない、だから再就職したい、就活です。国会議員の就活の劇場になっているではありませんか。そのためにメディアから流れてくるのは、まるで国益とは関係なく私益、私の利益を追求する国会議員たちの姿ではないでしょうか。本来政治っては何なんでしょうか。政治っていうのは国益は何であるか、我が党の考える国益はこういうものである、これを有権者に示す、そして選挙で有権者との間で合意を作る、そしてその国益を実現するのが政治のお仕事ではないでしょうか。今国会がやるべきお仕事は何でしょうか。早く特例公債法案を可決することです。そしてもう一つは一票の格差の是正、この法案を成立させることです。この2つをやるということは、与党野党問わずおよそ国会の最低限の義務なのであります。それを理由は何であれ、こんなに長い間放置している国会議員の職務怠慢そのものではないでしょうか。これでは私の利益を向いている、私益を向いて、そして国益という大事なことを国民に実現しようとすることはそっちのけ。もし皆さん、顧客を無視して自分の会社の利益を図る会社があったら、そんな会社みんなそっぽ向くんじゃないでしょうか。国民の政治不信が言われてますけれども、それはもう当然こんなことは起こってしまうわけです。この国会、今最低限やる2つのこと、特例公債法案の可決と一票の格差の是正と申し上げました。まずこの特例公債法案、これは今年度予算を実行するためにどうしても必要なものです。今年度予算はすでに国会で90兆円の規模の予算が成立しています。そのうち38兆円、4割近い金額が特例公債法案成立しないと執行ができない。この今年度予算というのは国会の多数決のルールでもう決められたものなんですね。民主主義の基本って何でしょうか。多数決で決める、そして最初反
対だった人も多数決で決まったことにはみんなが従う。これが民主主義の基本ルールなんであります。今特例公債法案可決を邪魔する、そういう動きをする国会議員の人たちは、この多数決で決まったものに従うというルール違反を、ルールに対する違反を犯しているわけであります。そして国民生活、この特例公債法案が成立しないと、じわじわと予算が執行できない、地方に対する交付金ももう絞られ始めました。やがて私たちの生活に直結する予算も絞られていく。国民生活を人質にとってまで党利党略を優先する理由は何であれ、立場は何であれ、与党であれ野党であれ、こういう政治にもうこれを終わらせなければいけない。政治家は全部総督会であります。職務怠慢する政治家を全部変えて、本当に国益を考える、そういう政治を作っていかなければならない。一票の格差の問題もそうです。最高裁の判断が出ています。今は違憲状態。今このまま解散総選挙したら、一票の格差が違憲状態のまま放置されたまま、私たちは国の大事な選択をしなければならなくなります。しかし投票というものは、投票の一票の重みというのは、国民が政治に参加する大事な権利なんであります。その権利が不平等、もう許しがたいほど不平等な状態、最高裁の司法の判断が出ているにもかかわらず、これを法案を成立させ、そして法案さえ成立させればいいというものではないはずなんです。実際に格差が是正、少しでも是正された状態に区割りをし、そして新しい制度の下で次の選挙をするというのが本来の筋なんであります。解散総選挙を急ぐ前に、まずこの一票の格差の是正、これにきちっと取り組む、これも国会の最低限の義務であります。特例公債法案の成立と一票の格差の是正、これをやるということが国会が仕事をする前提なんであります。まずこれをやる、これは与野党の政局とは関係なくやるべきことではないでしょうか。これを政局にしてしまっている状況こそが、国会議員がいかに国益を忘れているか、この証左ではないでしょうか。国益を今、日本は今国益を考え、本当に議論しなければいけない時期に来ています。例えば憲法の問題があります。今日本の国は次の戦後システムと言われる長い長い60数年続いたシステム、これが行き詰まっている。だから外交安全保障も経済も社会保障も何もかも先行きが見えなくなってしまった。国力も衰退してきた。この状況から私たちは日本の本来の力を引き出すような新しい日本の姿を我々自身が考えていかなければならない、そういう局面に来ています。今の憲法は戦後占領下でアメリカに押し付けられたという表現がある通りの経緯でできた憲法であります。しかしその中身はさておき、国会議員の3分の2以上の多数、そして国民投票、これによってしかこの憲法は一言も変えることができない。この変えられない憲法であるということが私は問題だと思っております。アメリカであれドイツであれ、どの国も憲法は何度も変えている。日本だけが60数年間にわたって一言も変えない憲法、それが何をもたらしたか。私たち国民が日本の国はこういうふうにありたい、あらねばならない、そういう議論思考を停止させてしまった。憲法は変えられないと言った途端に、私たちは戦後アメリカを中心にして構築された国際秩序の中で、それに従属するしか道はないんだ、そこから一歩も出られないまま、ずるずると気がついてみたらアメリカがそんなに頼れる存在でなくなってきた。すぐ隣の中国が大国として勃興してきた。経済面でも軍事面でも大変な脅威になってきた。
その中で日本は次の局面をどうやって切り開くのか、それを政治がまともに議論しないまま、そして先ほど申したように政治が国益を忘れ私益を追求する、そういう劇場になってしまった。このことにもっと皆さん危機感を持とうではありませんか。そしてこの危機は乗り越えられる危機なのであります。危機をチャンスにする道はいくらでもあります。私はこの自主憲法の話、そろそろもうタブー視しないで、我々国民が自分自身の国をこうありたい、そう考えるきっかけとして変えられる憲法にする、この国会議員の3分の2以上というのを例えば2分の1以上にする、それによって変えられる憲法なんだ、だったら我々も日本の将来のことを考えようじゃないか、それがこの日本の次を作る最初のきっかけになるのではないかと考えています。この点では維新の会の橋本市長とも全く共通であります。変えられる憲法にする、政治を変えるのも実はここに重要なポイントがあります。まず憲法を変える、それを考えられる国にしよう、そして政治にしよう。そうすると日本の国は国際社会の中でどういう存在になるんだろうか、そういう議論が重要になってきます。そこは避けて通れない議論になってきます。それを通じて我が党はこういう日本を目指す、いや我が党はこういう日本を目指す、それを有権者に示し、そして日本の未来を競い合うような選挙が行われ、その結果国民が次の日本はこういうもんだということを選択していく、そういう政治を一日も早く実現しなければならない。そのためにこの立ち上がる日本では政策宣言発表されました。ここで描いているのは10年後20年後30年後の日本の姿はこうだと、だから今こうしなければいけない。もちろん自主憲法もそうですが、経済社会保障、外交安全保障、教育、地域の自立、そして財政、あらゆる分野にわたって日本は核あるべしという、そこの点から政策のあり方を体系化したもの、こういうマニフェストはどこの政党も作っていません。しかし残念ながら立ち上がる日本は非常に真面目な政党なんです。真面目で国家のことを四六時中考えている集団だからこそメディアは取り上げない、メディアが取りなければ国民は注目しようがない、だからどうも端っこの方にいる前なら政党だという認識がされている、非常に残念なことであります。真面目に国家のことを考えている。